ルワンダ航空は、ルワンダの木狩りに本拠地を置く同国のフラッグキャリアである。主に、木狩り国際空港を拠点に、東、アフリカのみならず、中部アフリカ、南部アフリカ、西アジア、南アジアヨーロッパを結んでいる。ボーイング737から5002002年に、ルワンダ政府が、ルワンダ内戦時に運航を停止したエアルワンダに代わる、フラッグキャリアとして設立。 翌年の2003年4月27日に運行を開始した。当初はルーンデアエクスプレスという社名だったが2009年6月に現在のルーンデアに社名を変更した。エアバス A330 から200ルワンダの経済成長とともにボーイング 737NG シリーズやエアバス A330 シリーズなどといった最新機材の導入を進めている。 また2015年5月には IATA が定める安全基準であるイオサ認定を受け、同年の11月には IATA へ加盟した。2017年5月26日より、同社初のヨーロッパ路線となる木狩りロンドン線の就航を開始した。2019年8月現在。中部アフリカ東アフリカ南アフリカ西アフリカ東。 アジア南アジア西アジア上記以外の都市以外にも2018年を目処に杭州への就航を予定し2019年6月18日に就航を果たした。またニューヨークへの就航も計画されている。その他にもバマコ、コナクリ、リロングウェなどのアフリカ諸国にも就航する予定である。2016年11月現在、ボンバルディア CRJ-200。 ボンバルディア CRJ-9002019 年7月31日、現在2018年7月22日現在また、蒸気以外にもエアバス A350、XWB の導入を計画している。ありがとうございます。